はい、どうも、戦略52ターン、戦況ですが、グラナダもうこのターンで終わるんじゃないかなと思いますけど、制圧します。で、宇宙5で、アクシスの艦隊が、連れ出されてきて、でこれは戦ってますね。まだ22部隊ってことは結構ありますけども、はい、まあそんな感じですかね。よし、ではやっていきましょうか。まあ、この辺りから難しくなってくるんですよね。ワクシズの、まあ、そうだ、情報を見られるかな。138部隊。まあ、英語はもう虫の息だけどね。だけども、ティターンズよりも、我が軍よりも、モビルスーツの、数が多く、しかも、質が高いですね。もうかなり強い。ワクシズに対抗できる、指揮官機を作らないと、おそらく今後やっていけないのではないかと。だからどっかに時間を稼いだりしたいかなっていうふうに思ってるんですけどね。はい。で、開発予算投入していきましょう。で、そろそろあれかな、消灯していくかな。ちょっとね、悩み中ですね。どうしようかなって。まあ、いいや。消灯しにして、モビルスーツ、今回最後の中途にしよう。うん。次から消灯してやります。さて、では、やりましょうか。やるべきことは、パワードジムがここにあるんだよね。まあ、今回からパワードジムを使っていくので、それとも戦隊参加させるためじゃないんですけど。で、ここは、ここに移動しようかな。あとやっておくべきことは、そうだ、そろそろ、アクトザクを使うので、移動させましょう。よし。では、やりましょうか。まあ、ともかくね、まだ押してくるはずなんで、アクシスがね、正直言って本気でここ来られたら、ちょっと勝ち目がない。じゃあ、まずこれだな。戦闘を再開します。そういえば、カミーユとクワトロは倒したけど、アムロいないよね。そう、アムロさんがいるはずなんですけど、いないですね。多分ね、宇宙11、この先のエリアにずっといたんですよ。だけど、トリアンエイズがいて、結局ね、消えちゃったんだね。まあ、いや、こいつら倒しますね。かっ、ネズミがちょろちょろと、仕留めてやる。まあ、大丈夫でしょう。見なくてもいいでしょう。よしよし。戦場ではビビった者が死ぬんだ、覚えておけ。これで英語も最後だな。いつまでも好きにさせるか。これで終わりですよ。最後の抵抗だね、これね。出力が違うんだ、当たり前だ。たくさんの敵の意志が見える。これが戦いなの。これが最後のエウゴとの戦い。これ見ようか。これ3部隊いけるかな。意外と残ったりしますね。でもね、でそろそろサラも育ってきたんじゃないかなって。やだな、残るのやだな。いけるか、これで。これ大丈夫か。よし、いいぞ。サラが仕留めてくれました。タプテマス様、やりました。早くシロッコ戻ってきてほしいね。どっちが強いか試してみようじゃねえかい。はい、今回は虫の息だから。敵を知り己を知れば百姓一揆って言うだろうが。いや、英語にかける最後の言葉はこれか。報告します。英語の本拠地グラナダを制圧しました。ユーゴは滅亡です。よし。はい、22部隊。戦闘を再開します。よし。では、やっていきましょうか。まだいっぱいいるんですよね。ガルス J が。これは大変なので。
まあ慎重にやっていきたいんですけども、かな、あのね、拠点をね制圧させたいんですよね。あの移動力が高いんでね、結構便利です。4マスぐらい移動できますんで、ちょっと移動させて、とりあえず守りながら行きたいんだが、まあ、とりあえずこんな感じでやってみましょうか。これは減るかな、まあ、少しくらい減ればいいなという。この3部隊ちょっとあぶれちゃったんで、まあ、ちょっとだけ減りましたね。これは完全に壊滅させたい。全然減らないんですけど、くそ、一部隊も倒せないのか。さすがに倒したかったな。ちょっと逃がしたくないもんな。はいはい、上の方に引きつけられてるね。よし、この隙にジムキャノンじゃなかった、パワードジムを移動させたいな。はいはい、こっちに来たか。これ2部隊だな。ジムキャノン狙われてますね。あ、観光射撃いきますけど、どうかな。さすがに旧式なんでね、運動性も確か10以下だよね。10に満たないじゃないかな、確かね。ただもうやられても全然痛くないんだけどね。全然痛くないんですけど、これ減るかもね。お、結構減った。この戦艦の敵戦艦の数異常だからね。これ回復してるの嫌だな。これかなり元気。ここも元気ですね。はいはい、どうするかな。バイアランはこの辺には移動できそうですね。なるほど、ちょっと弱そうなとこ狙うか。これでこの2部隊かなり打撃を与えられるんじゃないかなと思いますけど、あとはここ集中狙いできそうだが、とりあえずほんと索敵したい。はい、あんまりできなかったかもしれないです。どうかな。あ、でもモビルスーツ部隊できたか。うん、ここ比較的弱めなんじゃないかなって思うんで、ここにマウアーとジルド送ってみよう。これね、これ任してみようか。ガルス J ぐらいいけるんじゃないかな。ガダ C だとおそらく取るに足らないので。で、あとはここは、ここはですね、マラサイ。これでいけるだろう。ここにしようか。で、よし、じゃあこんな感じで、どれどれ、ここ見ようか。俺は狙撃してます。減らせるんじゃないか。お、すごい、やった。死んでいった者たちに勝って怨念返しをしてやる。怨念返しだ。隔離コンのお願いし。あれ、反撃してこないか。守られると嫌だな。あ、よしよし、いいぞ。まあ、2部隊やった。よし、いいぞ。これはどうかな、いけるんじゃないかと。さすがに
ちょっと残った残ったか。これはいけるでしょう。よしいいぞ。これは減らせればいいなっていう。くそちょっと残るなでもあともうちょいじゃないか。よし、とりあえず、ガルス・ジェイはほとんど壊滅させたね。撤退気味ですね。よしいいぞ。でまあ反撃して、ちょっと戦艦倒したいな。ちょっと多すぎるもんな、どう考えても多すぎる。戦艦が多いとかなり厄介だっていう。でこれ退却してますね。ガールズ J これ逃したくないよな。ちょっと追いかけたいね。まあこんな感じでちょっとこいつに攪乱してビーム攻撃させないようにしております。あとは戦艦をなるべく狙わせると、あとこの手負いの ガルス J、 これ退却されると補充されるからね。まあ、こんな感じでやってみましょうか。これ見なくていいかな。よし倒したぞ。これも見なくていいね。よしよし。また敵か。特別手当でもつかなきゃやってらんねえよ。これ戦艦撃沈手当みたいな戦艦撃沈手当とかないんですかねやった俺にかかればこんなにむ軽い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 ここであったが100年目だってね。もう10隻くらいいるよね。ここも倒したいよね。700億倒したい。これいけるかな。策敵できなかったけど、あんまり当たらないな。いけませんか。結構減らしましたけどね。いつも減らしてしまいたい。あんまり減らない。これはどうですか。あ、これ手追いのやつか。まあこれはいけるね。これはね倒したくないんだよな。攻撃仕掛けたってあれだけど、このくらいでやめておきたいかなという。ちょっと一体これ倒さないでおきたいんだよ。うん、退却してますね。全面的に退却してます。それでガールズ J が2部隊逃す感じか。ほとんど倒したからいいんだけど、戦艦なんかこう残していかないのかな。通りでさ、ガタシーも1部隊いるのか。エンドラこれ倒したね。それでどんどんこう制圧させていくわけなんですが、よーし、まあ追い打ちをかけていくと。これはまあ減る場合、うん、多少だね。また敵か。特別手当でもつかなきゃやってらんねえよ。この戦艦も撃沈したな。これはこれボーナス出るでしょ。これはボーナス出る。俺にかかればこんなにむ軽い軽い。これ2隻倒したな。これは受けるでしょ。これはさすがに、うん、これ3隻。よしよし、まあいい感じじゃないか。結構減らしたね。でおとりは残していかない感じですかね。うん、モビルスーツ部隊3部隊逃す感じか。よし、
奴らに俺の力を見せてやるぜ。これいけるでしょ。これで4隻よしぞ。あと何隻いる？俺にかかればこんなにむかりかり。1、2、3、4、5、6、7隻くらいかな。うん、退却しちゃってるね。あっと仕掛けてきた。あ、ちょっとこれ防御して、ちょ、なんか減らされたっぽいな。戦闘を中断します。まあもう少し様子を見るぞ。ここはグラナダにはエウーゴの協力者が多数潜伏しています。治安対策のためエウーゴに加担した者の一斉検挙を行うべきではないでしょうか。これ面白いイベントで、こうイエス選んじゃうとアライメントが、1割くらいかな下がるんですけど、これをねイエスにすると面白いんですよ。了解です。早速部隊を派遣します。待て、アナハイムには逃げ道を残しておけ。必ず見返りをよこしてくるはずだ。承知しました。そのように取り計らいます。閣下、パプテマスシロッコより通信が入っています。回線を回します。ジャミトフ閣下、バスクオムのことなのですが、このまま放置しておくと後々閣下の破業の妨げになると思われます。そろそろあのような武闘派は排除すべきではないでしょうか。このイベント来ちゃったね。そう、これね、脳にしちゃうとシロッコをはじめとして優秀なものがたくさん外れちゃうんですね。なのでこれはイエスを選ばないといけないわけなんですけども。了解しました。我々の部隊でバスクオムの排除を行います。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。見ましょう。堀の奥様、偵察型モビルスーツ、これは結構強い。はい、でここですけど、グラナダの防衛なんですけど、あの宇宙13と11に進行しづらいので、二股に分かれると戦力を二分しないといけないので、ここで防衛します。まあどの道あのサイド3には攻め込めないのでね、あのアーバーワクーには攻め込めますけど、まあちょっと防衛するのは難しいので、だから一旦フォン・ブラウンに退こうかなという。で、サイコガンダムの一部隊、今ちょっと格納されてるか。うん、サイコガンダム一部隊残しておきます。で、シドレでいいかな。シドレは、まあ、ランク B か。うん、まあ、こんな感じにしておこうかな。で、敵の様子を見たい。どんな風に動くか。こう13部隊ありますね。まあ、今1部隊ずつ、1部隊2部隊ぐらいずつかな、攻めてきてますけど。で、できればね、戦力をこの辺に多めに集めていってほしいんだよね。で、さらに宇宙港に攻めてきてほしいな、というふうに思ってますけど。戦闘を再開します。はい、でここですけど、このガザ C を残して、まあ、かく乱しておけば倒されないのでね、まあできる限りこの辺減らしたいけど。で今拠点制圧してますけども、一つだけ拠点を残して、ここでいいかな。残してっていうのは一つだけ赤いままにしておいてって言いますね。
で、まあこのままにしておきます。戦闘を中断します。報告します。エウーゴの協力者を一斉検挙しました。そうか。またアナハイムエレクトロニクスですが、閣下のおっしゃった通り試作機の設計図をよこしてきました。やはりな。情報は開発部に回しておけ。了解しました。緊急事態です。アクシスが地球上空に艦隊を派遣しています。エウーゴとティタンズの争いを見守っていたアクシスは突如地球への侵攻を開始した。エウーゴとの戦いに消耗したティタンズは戦力を温存させていたアクシスの攻勢に対抗する手段を失っていたのである。アクシスを発進した艦隊はアフリカ上空より降下を開始した。目標はアフリカ大陸ダカール。ハマーン艦の狙いは地球連邦議会の掌握であった。戦乱の舞台は再び地球へと移ろうとしていた。アクシスはアフリカ大陸に部隊を降下させるとともに地上のジオン軍残党勢力に蜂起を呼びかけています。この呼びかけに応じて各地でジオン軍残党勢力が我々の基地を襲撃しアクシスの侵攻を手助けしているとのことです。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか。見ましょう見ましょう。これはパラサーテネ、支援型重モビルスーツの試作。遠距離からの支援攻撃に特化した重モビルスーツを開発する。砲撃能力を重点的に強化することで優れた支援能力の獲得を目指す。これどうするかな。とりあえずお金が本当にたくさん必要で、新兵器開発、たくさんありますけど、アナハイムから横流しされたやつがいっぱいあるんだよね。いっぱいあるんですが、一つだけ、これね、MSZ-006。これなんとね、ゼータガンダムです。これは売却通して。で、もうすでにお金がないですね。あとはね、MSCA ユニットとかね、で、これがさっきの、パラサーテンですけど、これどうするかな。作りたいんだけど、ちょっと様子見ようかなと思ってます。他にもね、こんなやつとか、リックディアス砲撃戦型の開発。これもまあちょっと難がありますけどね。だからもう今回見送りますね。あとは、アーカマ構成の化とか。これも作りたいですけどね。今ちょっともう予算がないので、ちょっとやめておきます。アクシスのモビルスーツに対抗できる支援じゃなかった指揮官機が欲しいのでやめておきましょう。よし。ではアクロザックはとりあえず置いておいて、待って、オルノク様今移動中ですね。アフリカに向けて移動中です。で、ちょっと待って、配属できるかな。あ、隔離婚帰ってきたね。よし。で、どうするかな。ジャブローでいいな。ジャブローに降下させます。アルピオン。これはジェルザたちね。これ撤退させました。で、アクトザックはここに置いておきます。で、制圧されちゃったんで、ジオン軍残党の放棄始まりましたので、まあ、ちょっと部隊用意しておいたのでね、ここは島でね、で、これジムキャノンの部隊で、ここはハイザックカスタムととりあえずなんかの部隊ですね。ここも同じです大体。で、制圧地にかかります。
よし、じゃあやっていきますか。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。ガルス J と、あとこれマーラサイかな、なんかまあちょっといるみたいだね。まあ少ないので、まあ事務キャラでなんとかなるんじゃないかなっていう。よし、いいぞ。ガルス J 倒した。こいつもいけるね。あとこいつデザートザク、あ、これ言ったっけ、これはね初めてだと思いますけど。戦闘を中断します。あのハイザックぐらいの強さの、あの地上戦のモビルスーツ。はい、ここ 4部隊ですね。大したことないですけど。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。で、うん、あれ、ここも同じだね。まあ、ズッサとかいなくてよかったよな。減らせるか。減らない。硬い。索敵してないとはいえ硬い。戦闘を中断します。いやー硬い。ガルス勢硬いよな。ここ5部隊ですね。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。カプール、これは、ザクマリンタイプ、ザクマリナーか。よし、コアブースターこっちの食ってみるか。補給線切れるかも。やっぱり打ち返してくるね。丸くて可愛いよな。さすがにあの物流に下がるを倒せるな。丸くて可愛いですよね。まさかターンエーガンダムが出てくるとは。こいつも集中狙いすればいいかな。こいつも狙い撃ちしちゃいますか。これも打ち返してくるね。カプールいけるかな。よしよし、いいぞ。よかった、ハイザックカスタム見直したな。まだまだ使えるって感じか。やりようによってはまだまだいけそうですね。うまくいった。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。で問題は、うん、キレマンジャロだね。17、違うか、我が軍が17部隊、アクシスが12部隊。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。まあそれなりの数がありますからね。よし、ではとりあえずアッシュマーとかディッシュとか、し、あ、違った、潜水艦にしまっちゃったけど、まあ別にいいんだけど。これをね、こっちの方に移動させながら
飛んでくるかどうかだな。飛んでくるのであれば空中から叩き落としたい。で、地上からこう歩ってくるのであればこの拠点を中心に布陣していつもみたいに倒すと。まあ、まずは様子を見る。はいはいはい。うん、なるほど。ガルダはガルダもここに。大丈夫かな。ちょ、制圧し合わせで起きてしまったので、隊列もこれでいいね。よし。あ、ガルダおとりにすればよかったか。で、うんうん、まあいい感じ。おとりに食いついてる。空中のガルス J は弱いからね。自慢の格闘できないですからね。じゃあまずこれ索敵。違う、索敵するのであればここがいいね。これできないか。まあいいか。じゃあまずこいつを叩き落とす。でこれは、はい、これも落としたいもんな。反撃誘いますか。こんなことしなくてよかったかな。チェッシュしよう。アシマの力を信じよう。でガルダおとりに。リッシュを守る。見よう。まだまだ使えるぞアシマは。半分以上果たしたね。これもまあいけるでしょ。射程に大したことないかもし、全然蚊に刺された程度だね。空中ではまだまだ強いね。地上に降りると弱体化するけども。あ、退却してる。あ、ディッシュ。くそまああれだ、潜水艦で代用するっきゃないね。こういう場合は潜水艦で代用だね。あとはこの辺を戦場にしながら戦いたい。まあいけるだろう。よしよし。空中戦では圧倒的、圧倒的なアドバンテージを持ってますね。で、はいはい、ドワッジとディザートザク。じゃここに地上に降りて制圧。ここに置いておきましょう。来たね。まあ散発的な攻撃だからまあ問題ないと思うんですけども。戦闘を中断します。まあこんな感じですね。地上戦はまだまだぬるいですけども。あ、2部隊来たぞ。クラナダ早いな、攻めてくんの。敵部隊が侵入してきました。防衛戦を開始します。何がいるか。え、
もしかしてバウ？ちょっと待って、あのね、シドルですけど、散布しながら待ちます。ここまで移動しちゃうとおそらくこう制圧されるから、あの、そう、補給線も今更だけど繋がってないと全然意味がないですよね。だからここに置いておきます。今更の説明だよね。あ、なんかパイロット付きだね。しかも2部隊だから。バウだ、バウとズサ。これはシドルには荷が重い可能性も。なるほど。1,2,3,4,5,6 6マスぐらい来たか。1,2,3,4,5 反撃を加えながら、あれか、だからこの辺に置けば、どうするか、散布したいか、ここに置いて散布して、これ反撃加えられるかな。まずズサが来るんじゃないかと。攻撃仕掛けてくるか。あ、よしよし、いいぞ。これで反撃。敵の動きも早い。やれるか。いけるかな。まあダメージ与える程度でいいと思うんだけど。まあ、実際はアイフィールド効かないんだけど、かなり減らされますね、やっぱりね。だけどまあ少ないから、でこっちに移動して散布しながら回復しつつまた反撃狙うぞ。ちょっとこれは少し考えないとな。でまたズサが食いついてくる。他に機影はありません。行きます。いや、まだありますか。まだズサがいますからこれ危ないな。よし、減らした。はい、で殺敵はできないから散布しながらで連携してちょっとここに置いておきます。これで倒せればいいんだけど、そういう簡単、そういう風にうまくいくかな。教わった通りやってみせる。お願いしますよシドラビームシドラビームどう？よし、いいぞやったね。そんな直線的な動きではやられて当然だ。言うようになったよね、シドラがね。初めから言ってた気もするけど起きたな。変形させておいてよかった。これかなり強いと思うんだ。あ、いや、ちょっと待って。さて、攻撃しか来なかった。あ、量産型だ。よし、攻撃しよう。耐久960って。あのね、アクシズの技術レベル20とか21とか22とかそんなもんなんですけど、多分初期配置のやつだね。あの、オーバーテクノロジー機体という。だから倒してしまえばしばらく生産はないので。敵の動きも早い。やれるか。かなり強力な機体が来てしまいました。こういうところで数を減らす言うのは効かないぞシドルパンチ出るぞ。シドルパンチやった。敵じゃない、バウであろうとも。まあ最強クラスの量産機だよね。戦闘を中断します。報告します。アクシズの地球降下に呼応したジオン軍の残党が放棄しました。ジオンの亡霊めどこに潜んでいたのか。このイベント分かれづらいですよね。まだ動きはないか。この辺で動きがあるんだよね、オデッサあたりでね。はい、じゃあまあ今回はこのくらいで、ご視聴ありがとうございました。